皆さん、こんにちは。改善ベースです。この講義は、マーケットイン・プロダクトアウトとはです。この2つの言葉は、ものづくりにおいてはとても大事な概念ですが、それぞれの意味はご存知ですか？マーケットイン・プロダクトアウトについて全く知らないという方も、自信を持って答えれないという方も、この機会にしっかり理解しておきましょう。マーケットインとは、お客様ニーズを把握し、それを満たす製品やサービスを提供していくことを指します。お客様の満足度をいかに高められるかを重視する考え方です。つまり、顧客が望む売れるものだけを売るという考え方で、顧客のニーズありきで商品開発を行います。一方、プロダクトアウトとは、会社の方針や作りたいもの、売りたいものを基準に商品開発を行うことを指します。プロダクトを作ってからどのように販売していくかを考えるスタイルです。つまり、良いものであれば売れるという考え方で、自社の技術や強みを生かした商品展開を行います。書籍などを読むと、この2つの言葉は対比されて書かれていることが多く、マーケットインには良いイメージを、プロダクトアウトには悪いイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。日本は高度経済成長期にプロダクトアウトの考え方で大量生産を行ってきました。しかし、経済成長が止まり、過剰供給になると、いくら良い商品でも売れないという事態となりました。そこで、多くの企業では顧客ありきの発想へと転換が迫られ、結果としてマーケットインイコール善の考え方が定着していったのだと考えられます。しかし、本来はこの2つの言葉は単純に比較できるものではありません。マーケットインは善、プロダクトアウトは悪。この理解の仕方は間違っており、そもそもマーケットインとプロダクトアウトを比較すること自体がナンセンスなのです。なぜなのでしょうか。プロダクトアウトは、ユーザーのニーズを考えない企業がやること。マーケットインで考えている企業はユーザーを優先している。という考え方が必ずしも正しくないことは、過去の革新的な製品を見てみればわかります。例えば、アップル社の iPhone。 iPhone はデザイン性はさることながら、直感的な操作性を追求したことで、世の中に大きなインパクトを与えました。携帯電話フィーチャーフォンで採用されていたボタン型ではなく、タッチ型にするという発想はそれまでにないものでした。プロダクトアウト型で大成功した製品の代表例と言えますね。その他にも、ソニーのウォークマンや Google の検索などもプロダクトアウト型の製品として挙げられます。これらの製品は、発売までニーズすら存在していなかった製品であり、顧客にニーズをヒアリングしても作れるものではありません。このように過去を振り返ってみると、時代を変える革新的な製品を生み出す企業は、多くがプロダクトアウトタイプであることがわかります。プロダクトアウトが悪であるのかというと、決してそんなことはないのです。マーケットインとプロダクトアウト、この2つはどちらも根底にはお客様のニーズがあります。顕在化したニーズに対しては、マーケットイン型のアプローチ、潜在的なニーズに対しては、プロダクトアウト型のアプローチが必要です。つまり、マーケットインでアプローチするのか、プロダクトアウトでアプローチするのかは、どういった顧客のニーズに応えるのかによって変えていかなければいけないのです。それでは、マーケットインとプロダクトアウトのそれぞれのアプローチのメリットとデメリットを確認してみましょう。まず、マーケットイン型のメリットとデメリットについてです。メリットとしては、顧客ニーズがあることが分かった上で商品開発を行うため、ほとんどの場合、一定の需要確保が期待できること。失敗するリスクを最小限にした商品展開ができること。
などが挙げられます。一方、デメリットとしては顧客が求める商品だけを展開するため、顧客の期待を超える革新的な製品やサービスが生まれにくいこと、製品やサービスが真似されやすいことにより市場がコモディティ化しやすいこと、結果的に価格競争に陥りやすくなることなどが挙げられます。次に、プロダクトアウト型のメリットとデメリットについてです。メリットとしては、自社の技術戦略を商品開発に生かせること、画期的な製品やサービスによって独占的な市場を作り出すことができる可能性があること、成功したとき非常に大きな利益を得られる可能性があることなどが挙げられます。一方、デメリットとしては、顧客に対してこれまでにない製品の魅力をうまく伝え、購入まで結びつける必要があること、当初想定していたほどの顧客ニーズがなく商品開発への投資が回収できない可能性があることなどが挙げられます。以上のようなメリット、デメリットからもお分かりと思いますが、マーケットインもプロダクトアウトもどちらも必要な概念です。ターゲットのお客様は誰なのか見極めること、そしてそのお客様の顕在化したニーズ、あるいは潜在的なニーズを満足させるにはどのような製品やサービスを作り上げればよいのかをしっかりと考えること、この2つのことが大事なのです。そのことがお客様のニーズを満足させることになり、驚きと感動を与えることにつながっていくんでしょうね。また経営戦略としては、マーケットインとプロダクトアウトのどちらか一方に偏りすぎず、両輪として考えていくことが重要です。ニーズが顕在化している市場では、プロダクトアウト型の発想だけで自社の作りたいもの、売りたいものだけを商品展開していくことは今の時代では受け入れてもらえません。またいくら革新的な商品を売り出したいと言っても、プロダクトアウト型の戦略だけでは外れた時のリスクが大きすぎます。一方で、マーケットインの考え方で市場調査を行い、顧客のニーズを把握するだけでは革新的な製品は生まれません。またマーケットイン型の確実な商品展開だけでは新たな価値を創出することができず、大きな利益を上げることも難しいのが実態です。したがって、マーケットインで顕在化しているニーズを確実に追求しつつ、プロダクトアウトで潜在化しているニーズを発掘していくという、両輪がバランスの取れた形で戦略を組み立てていくことが必要不可欠なのです。今回はなんとなく理解したつもりになってしまいがちな、マーケットインとプロダクトアウトについて解説しました。2つの言葉の意味と意図をしっかりと理解し、イメージ論で良し悪しを議論するのではなく、正しく物事を捉える癖をつけていきましょう。改善ベースでは、改善活動に役立つたくさんの情報を随時配信しています。ウェブサイトでは限定動画が視聴できます。チャンネル登録をして、最新の動画配信情報をゲットしましょう。